トヨタガズーレーシング TGR は7月31日 JRC 全日本ラリー選手権に参戦している TGRWRJ と欧州で活動し ARC オーストラリアラリー選手権で実績を残す TGR オーストラリアトグラトニールベーツモータースポーツによる相互交流を開始すると発表したこの取り組みは TGR が目指すモータースポーツを起点としたもっといい車作り のための人材育成や、国境を越えた仲間づくりとモータースポーツ文化の醸成を目指す活動の一環として行われるもの。具体的には、日本とオーストラリアの各国内シリーズに出場中ドライバーがお互いの国を訪れ、現地のラリーに挑戦することになる。日本の TGRWRJ は同プログラムに基づき、8月9から11日にビクトリア州で開催される ARC 第4戦。 ギップスランドラリーに参戦することが決定ドライバーはトヨタの若手育成ドライバーであり今季は JRC の JN2 クラス内に設けられた森蔵チャレンジカップを戦う大竹直生が務めることとなった一方現在ランキング首位に立っているハリー・ベイツと2022年王者ルイス・ベイツの兄弟ドライバーを擁して ARC を戦うグラは トヨタ GR ヤリスラリー2をカルハリーと彼の子ドライバーを務めるコーラル・テイラーのペアとともに9月5から8日に帯広で開催される j r c 第7戦ラリー北海道に参戦することがアナウンスされた TGR は日号の間でスタートする相互交流を起点とし今後各地域のラリーを現地現物で学び国内ラリーのさらなる盛り上げにもつなげるとしている